手持ちの積む全て紹介し終わるまで終わりません。続きましてはジェットパックエイリアンというやつでございますね。ごめんなさい、バッテリーが切れかけてた。まあそんなところもご愛嬌ということで、はい、充電しながらやっか。あ、キモンか。なんかね、あのまだね紹介積むの中でねやったことはないんですけど、最近キモンが手に入ったんですよ。でね、だから今その見たことのない積むがなんかいるなと思ったら、そういうことだったんですけど、今ちょっと単純にびっくりした。でジェットパックエイリアン、うわアリオージの主張が強い。わ、こんな感じで斜めに飛んでいって、で自分の粒に変えてくれるという、まあトルーパーに近い感じかな。ほい、だから一回こうやってスキルさえ使ってしまえば、なんかめちゃくちゃもうなんか無限ループって怖くねレベルだと言いたかったけど、全然無限ループにならないっていうね。まあそうなんだね、貯めるまでのねその積む数っていうのがやっぱり多いキャラになっちゃうんだよね、こういう自分の積むが出てくるタイプのやつに関しては。やっぱりその変化数にもよるしね。まあただその毎積むとしてすごいこう稼ぎやすいところはあるから、なんだろうな、毎積むを何個以上潰しましょう的なミッションだったらもうエース級の活躍はするし、まあ、それからなんだっけ、そういうことですはいはいはい、じゃあ行こう。飛びますこれ飛びますとかもうなんか多分知ってる人いないんだろうね、今時の若い人って。いや僕も20代だったらギリギリ若い人って言っても許されるんじゃないだろうかと思うんだけど、多分まあここら辺がその昭和じゃねえ俺は昭和じゃない、ギリギリ平成一桁か、もう2000年以降の生まれかどうかっていうところで大きく変わってくるんだろうな。はい、ということでね、ジェットパック、あれ意外とコイン稼げてないね。まあ、ジェットパックエリアン今見てるよもらってる通り、スコアめちゃくちゃ高いんですよね。レベルの割にはということで。はい。まあ、自分の仲間をどんどん呼んでいくジェットパックエイリアンでした。ではまたバイバイ。